2017年4月19日にボアの独占インタビューを受けた各文木各あやきは中華人民共和国出身の実業家、投資家。2014年に中国を逃れアメリカ合衆国へ亡命した。2017年1月26日、名教集団の独占インタビューを受けて身の安全、財産の保全、復讐のために 中国共産党の最高指導部メンバーらの腐敗、汚職を暴露し始めた。やがて一連の暴露行為は、暴露革命、暴露革命として、グローバル的に広がって、特に中国国内で浸透しており、一部の中国共産党交換を脅かしている。各あやきは、ドナルド・トランプが所有するフロリダの会員制リゾート施設、マール・アラー号の会員である。 2020年初め頃より自身が顧問となっている GTV という無価値のメディア企業が将来、米国アマゾンドットコム、中国テンセントなどを凌駕し、100倍の以上の時価総額になるなどと YouTube や自身が立ち上げたウェブサイトで宣伝し、洗脳された支持者をターゲットに投資を募った。中国の政治体制に悲観し、核を反対性のヒーローとみなす、主に、 在外の中国人支持者たちは各のコメントに従い多くの投資を実行する。しかし2020年後半頃からこれらの投資者はこれが詐欺だと気づき始めた。この投資案件は SEC に登録をしない未登録株であり、しかも投資者たちは現在に至るまでこの GTV の株式を入手した者は一人もいない。このことに疑念を持った投資者たちは 各のビジネスパートナーで投資金の受け入れ窓口だった、リー・ホン・ウェイ・ラ・フリンス、通り名、サラ。米国籍を取得する目的で、米国人男性と婚姻した、元中国人女性に投資金の返金を要求するものの、応じてもらったものは、ほとんどいないとみられる。ウォール・ストリート・ジャーナル氏などによると、現在 FBI、SEC、米司法長官が、各あやき、サラ、 さらに関係する企業を詐欺の疑いで捜査しているという。三島省領上市健古城鎮税総営村出身、8人兄弟の7番目として生まれた。各家は、吉林省万弱健康綺麗長闇沿い移住したが、1970年代後半、故郷に戻った。1980年代、中学校卒業後の各あは、恋人の竹喜び芝を連れて、 河南省邸州市に移住。1989年、二人とも国流交渉林役貫栄公市の邸州市事務所の職員になったが、64天安門事件期間中、各あやきはデモ隊に資金や物資を提供したため、逮捕され入国。出国後、1992年には家具工場の経営者、1993年には不動産会社オーナーになった。 2008年に行われた北京オリンピックの公園開発にも携わった。各あやきは台湾人建築家のリソハラと連携して5つ星ホテル、低周広下地区に某子店と流景、超高級ビル群、万古大館を建設。2014年には中国の古順百府某にて74位にランクインし、個人資産額は155億元と推定。 2015年にアメリカに国外逃亡して以降は中国共産党内部の暴露を続けている。江沢民の息子が臓器移植を複数回受け、5人が彼のために命を落とした中国共産党の愛金高計画がアメリカを蝕んでいるなど、日本やアメリカで金品やハニートラップが展開されていると指摘している。中国政府は 汚職容疑者として、各あやきらを引き渡すように求めたが、米国政府により拒否されている。2017年4月には、国際刑事警察機構によって、国際指名手配されたが、これは、前年12月に、ICPO 総裁に、初の中国人である、もう広し委が就任したことで実現したとされている。2017年4月19日、 米国の国営放送であるボイスオブアメリカで3時間話す予定であったが1時間で打ち切られ何らかの圧力があったものとされた。後に各あやきにインタビューして中継を行っていた記者3人がボアから解任されている。またマレーシア航空370便墜落事故は郝卓民派が起こしたといった発言もある。郝卓民など 歴代の中国指導者は批判するのに対して、腐敗撲滅に取り組む習近平と総書記個人に、対してはたびたび賞賛しており、各あやき自身は、各市条を掲げて、中国の腐敗や、警察の違法行為に反対しているが、国家や衆総書記に反対しているわけではないと、再三主張している。ただし、王岐残書記など習近平派の側近の汚職も、暴露している。 2017年5月には、各あやきのもとに中国共産党中央起立検査書期、劉彦兵が帰国交渉のために訪れ、その際に FBI とアメリカ合衆国司法省が在留資格外の活動を行った劉彦兵の逮捕と起訴を準備したため、これに米中関係への影響を懸念したアメリカ合衆国国務省が介入するという事件が起きた。 アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプは当初、中国政府から依頼を受けた、カジノ王のスティーブ・ウィンが、各アヤを中国に送還するよう働きかけて、国外退去させようとするも、貴重な交渉カードを失うと見た側近の説得により思いとどまったとウォール・ストリート・ジャーナルは、報じた。2017年9月、各アヤは米国に対して、正式に亡命を申請。 2017年10月4日に予定されていた、ベーシンクタンク、ハドソン研究所主催のイベント、各あ木氏と話す会は、直前になって、中止となった。2017年10月18日、中国共産党第19回全国代表大会の開幕に際して、各あ木の YouTube と、 ツイッターとフェイスブックのアカウントが一時凍結された際は中国政府の圧力が囁かれた。11月27日まで YouTube とツイッターとフェイスブックのアカウントの一時凍結がまだ完全に解除されなかった。凍結の理由が公開されていない。2018年1月22日 SNS サイト核媒体が誕生。目的は中国の言論の自由。 民主主義、法治社会の実現に関心を持つ利用者に、最も自由な意見交換プラットフォームを提供。2019年10月現在、利用者数は1億1000万人以上。2018年9月5日、各あやきは、大鳥海精密工業の拡大名前会長が2020年、中華民国総統選挙へ出馬すると予言した。2019年4月17日、拡大名は、 まさに、台湾海峡の平和をもたらすよう促されたとして、台湾総統選に出馬する意向を正式表明。2018年10月12日、中国両年省大連市の中級人民法院は、各綾やが実質オーナーである北京製泉空港有限講師に対し、脅迫取引罪で罰金600億元を徴収。2018年11月20日、各綾やは、 スティーブン・バノンとニューヨークで記者会見を開き、放置基金を設立すると宣言。各アヤキが1億ドルの資金を提供し、バノンは基金を運営する会長に就任する。基金の主なミッションは中国共産党幹部の権力、乱用行為を暴露し、中国政府に迫害された人々を援助。各アヤキは名誉毀損で、ロビーストのロジャーストーンを訴えた。 2018年12月17日、ロジャーストーンは各踏み機関連の無実な情報をウェブサイトインフォーアースなどで拡散したことを認めた上でインフォーアースやインスタグラム、フェイスブック、ウォールストリートジャーナル、ニューヨークタイムズ、ワシントンポストで謝罪声明を公表。2019年3月、ニューヨーク中心部のマンハッタンで7階建ての防弾ビルを5年間借りて、 ヒマラヤ大使館と命名し、放置基金と核媒体の事務所として利用。2019年7月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、各アヤキが中国の反体制派を装った中国政府のスパイであると報じた。8月2日、各アヤキ氏は、ウォール・ストリート・ジャーナルや CNN、CNBC、ストラテジック・ビジョンなどを起訴し、無実な報道を削除するほか、5000万ドルの 賠償金を要求。2019年暮れより、世界中で大流行した新型コロナウイルスについては、中国のウイルス研究所より広まったとする説を、とっている。2020年6月には、バノンと共に、中国共産党政府にとって変わる、新政府、ニューフェデラルステート・オブ・チャイナの樹立を宣言した。2020年8月20日までに、バノンは、 郵便観察局の捜査員により、詐欺、資金洗浄の容疑で逮捕されたが、逮捕場所はコネチカット州に停泊中の各踏み機所有の大型ヨット場であった。ありがとうございます。